けで集計が完了しましたんで、ここからいよいよ一つ目からですね、ポイント、そしてどなたの、考えてくれたアナザーストーリーだったのか、というのを発表していきたいというふうに思います、うん、それでは、集計結果が、少々お待ちくださいませ。あ、はい、私の元だけに来ましたね。まず一つ目の、ものですね、概要の方出ますでしょうか、スタッフさん。一つ目のものですね。あ、最後のやつのおかげで、はい、今出ましたね。はい、一つ目の、ものがこちらですね、これがベッドの下にですね、これまで逃げてきた2人、うん、これマックス10ポイント中、皆さん思い出しましたか、一つ目の作品ですよ、うん、はい、覚えてます。はい、こちら獲得したポイントは7ポイントでございます。おお、すごいんちゃう、はい、非常に高ポイントですね。トップバッターで結構、はい、すごい。そうですね、トップバッターやったんですけれども、まだない中で1個目やから、はい、まあみんな甘くつけてんちゃうこれは、まあ、なるほど、ヒューマンさんのまた辛口の評価が来ましたけれども、参りましょう。こちら一つ目、考えてくださったのはどなたでしょうか。これはだから結構基本ブルボンさんでございます。やっぱブルボンさん強いねん、この人、強いよ。そう、いやこれ、いやでもなんか、はい、たまたまだから僕に最初の話と似てたってコメントした時、彼女がどうの、彼氏か、はい、そっくりやったん途中までね、うん、でもう恥ずかしくて耳真っ赤になりましたね、あれ。だー思て、うわーっと最初の時評価言わなきゃダメだでしたっけ、めちゃめちゃ挙動ってたのこれでしたっけ。ありえんぐらい挙動ってました、ね、いや挙動ってたのはこれじゃないです、ね、あ、これじゃないですか、はい、そうそうそう、でしたけどね、ブルボンさん可愛いなんてコメントもね今度来ておりました。はい、というわけで一つ目はブルボンさん7ポイント、なかなかのね、こう7高いな、うん、高いよ、7すごいんちゃう。2つ目の作品参りましょう。2つ目の作品です。んこれちょっと順番がちょっと待ってくださいね、合ってるか、あーこれな、はい、大変失礼いたしました、うんうんうん、はい、2つ目こちらですね、アイドルのやつですね、はいはい、なんですけれども、まずこちらの獲得ポイントなんですけれども、ポイントは2ポイントでございます。辛いな、めっちゃめっちゃみんなちゃんとやってるな。獲得はわずか2ポイントです。そういや、何されてたな。そうですね、さあ、というわけで気になるこちらの作品、意外な方が考えてくれておりました。こちら考えたのどなたでしょうか。はい、ケント・フナヤさんです。あれ、ナスビじゃない。そう、ナスビ。ちゃんとやったけど2ポイント。で、あの1ポイント僕ですし、自分で。ちょっと待ってくださいよ。これテントどうですか。テントはだから成功法でやったらこうなんの分かってるから、いつも変なことやんねんの。だから最悪やないか。いや一番恥ずかしいそれ。これね、ちょっと別に最初はいい雰囲気もあったんですけど、はい、なんか急にフリアさんが全力でミスリードをしだしたんですよ、ね。いや違う、あれ、いや俺ミスリードじゃあみんなそれもう送った後やもん、絶対俺言ってんの。そうですか、うん、そうだ、そうだ、論破する。いや、でも、はい、そうですね、その、うん、ムリアさんのミスリードを、ね、何をなんかちょっとざわざわしてましたよね、この2個目の時に。あ、その、あれですよね、何でしたっけ、旦那さん。同じ人物かどうかってこと。あ、そう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 、うん、マネージャーと、はい、あなたに校長何やねん、やつとどうして旦那さんが同じか。そうですね、家の理由あって引っ越さなかった理由は、うん、そうです、もうお金がなかったからっていうことなんですよ。なんじゃそりゃ、薄い理由。リアルシェフ。え、その人なんすか。踊ってた人は。その人じゃないです、全然違います。なるほど、別やったんですね。はい、お金がなかったからってことだったんですよ。下手やん。理由聞いて怖くなくなることあるん。ナスビが違うんか。ナスビ、確かにナスビケントじゃないんか。ナスビは1本取られたなって思いましたね。ナスビだけに。取られてへんやん。意外にもこれがケントさんだと。全然俺ミスリードちゃうやん。
さあどんどん発表していきましょう。3つ目の作品いきましょう。3つ目の作品これですね、3つ目の作品、警察2年のこれこれエグかったね。あ、ベッドの下にのやつですね。切れ味はね、セリフ終わりね。あ、セリフ終わり、セリフ終わりの始まりね。はい、さあ、まずこの3つ目の作品獲得しましたポイント、うんうん、なんと9ポイントでございます。おお、一誰やん。逆にね。これやろ。さあ、そしてこの9ポイント獲得したこのアナザーストーリー考えてくださったのはどなたでしょうか。はい、森谷美織さんです。おお、すごい。これもさやと思った。これ森谷さんなんですね。これ森谷はすごいわ。これ森谷さんいかがでした、このみんなのリアクション見て。いや、なんかその途中で自分で書いた文章だけど、はい、引っ越しがちょっと多すぎて、はい、あれね、引っ越し、あ、これ森谷が言いました。これ引っ越し多いな多いなと思ったら、多分バクちゃんぐらいがクスクス笑い出して、やばい、引っ越し しすぎなんバレると思って。だけど結果は9ポイント。あ、そうですね。なんか嬉しいですね。はい、なんか非常に高評価でございました。素晴らしい。これ怖かったです、はい。これは特にざわざわすること、まあちょっと引っ越しぐらいですね、ざわざわしたぐらいでしたけども、非常に高評価でございました。ちょっと怖かったです。さあ、暫定1位、森谷美織さんでございます。さあ、4つ目いきましょう。4つ目の概要出ますでしょうか。これ短いやつか。あ、短い。そうですね、短いやつです、うん。コンパクトね。はい、非常にコンパクトにまとまってるというね、ご意見もいただきましたけれども、こちら4つ目の作品の獲得ポイントは8ポイントでございます。高いね。はい、高いね。まあ、惜しくもね、3つ目、森谷さんに届きませんでしたけれども、非常に高評価。こちらの作品考えてくださん、考えてくださったのはどなたでしょうか。はい、これが森本大先生。確かにです。さすがやな。森本さん、うまいな。森本さん、どうでした、みんなの反応は。そうですね。これ、意味は分かってましたよね。はい。はい、話の意味、はい、じゃあもう満足です。特に疑問も生まれなかったところで、はい、じゃあどんどん参りましょう。5つ目参りましょう。5つ目の作品の回、めっちゃ嫌な人みたいになったやん。はい、5つ目こちらですね、双子の兄、はい、双子で最後に殺傷して赤くなるという作品ですけれども、こちら5つ目の作品のポイントは5ポイントでございます。まだ半分です。そしてこの5ポイント作品考えてくださったのはどなたでしょうか。私だよ。これが幕之助さんなんですね。なんで西岡澄子の言い方する。私だよ。幕さん、誰が分かる、ね、ここから怖いパターンありますからね。うん、説明。そうあるある。いや、俺なんもないね、ほんまにこれ。これは怖い。全部出してるとかいつも、うん、僕はこれ企画がまだ今日迎える前に幕之助さんと実は何回か事務所でお会いしてるんですけど、うん、今回のやつめっちゃむずいぞって言ってありました、うん、今回に関してはこれむずいの、うん、ほんまにあれなんですね、幕之助さん怖いのマジで苦手なんですよ。その意味で、いや嫌やねん。いやでも怖かったけどね、これ普通に怖かったですね。まあ、ちょっとアイドルに対する知識が豊富やったからかけたみたいな。なるほど。なるほど。カラーの感じがね。そうですね。関東カラーっていうのを入れて。ふだんとか一般さんが言う通りですね。さあ、6つ目の作品参りましょう。6つ目の作品の概要だ、出ますでしょうか。さあ、6つ目これですね、死ね、入ってるやつで、これリレーやったというやつ、ね、あー、これなー、はい、こちら、まず獲得ポイントの発表ですが、こちらの作品獲得ポイントは5ポイントでございます。いや、はい、幕之助さん同着でございます。さあ、そしてこの作品を書いてくださったのはどなたでございましょうか。僕です。これヒューマンさんなんです、ね、あ、ヒューマンさんや。唯一この手紙を言ってくれたのがヒューマンさんだけでございます。いや、すごいな。いかがですか。これはでもね、ほんまに、いや、モリアが言ってくれたんですけど、はい、筆跡が違うっていうのをとりあえず思いついて、うんうん、
ただそっからどうしようってなってしまいましたね。あ、確かにね。これ大体むずいっすもんね。むずいむずい。なんかいい話にもできたかなとは思いますけどね。そうそう、いい話、でもなんかまあ怖いんだから。生きるにして。まあ、うん。なぜまあでもなんか、むっちゃ小田さんとかボロカス言ってくれたなとは思う。また揉めるやつや。もう結構言うの。結構、はいはいっていう感じですね。まあ、小田さんの作品がどれかちょっと分かんないですけど、まあ、またちょっとお寺前入り切っていきましょうかね。めちゃくちゃキレてるやん、もう。キレてるな。なんか、やばい。めっちゃ入りよかったですよ、本当に。でも、一番ワクワクしましたよ、入り。ただ今のコメント欄の方ではですね、何が盛り上がってるかっていうとね、ナスビが誰か、そしてあの長文が誰かっていうの、うん、確かに、ね、そうそうそう、はい、長文ラスト2つですね、長文もいたな、はい、みんな気になってると思います。はい、というわけで続いて7つ目の作品ですね、出ますでしょうか。はい、7つ目の作品の概要は出ますでしょうか。7個目の作品、はい、ちょっと今出ませんでしょうかね。7個目ないときに、全部セリフ。7個目、僕の方で紹介させていただきますね。7個目はですね、あ、今出ましたね。はい。あ、これですね。あ、親父やったやつ。親父やったってやつですね。これ結構皆さんざわざわしてはったんですけれども、まずこの、はい、7つ目の作品の獲得ポイントは、2ポイントでございます。あ、辛い。非常に辛かったです。そしてこの辛い作品、結構皆さんざわざわしましたけれども、考えてくださったん、どなたでしょうか。北城さんなんですね。あれ、意外、めっちゃ意外。意外だね。ちょっと待って。どうですか、北城、これは。だってね、俺、はい、これ2ってことは1じゃないですか。はい、実質。まあ、自分入れるから。この後の、多分、長いやつと、なすびのやつと、なんでこんな真剣に書いてせる全然納得いかん。北城で俺も2ポイントだけど、これ俺よりもやばいよ、これは。あのめっちゃ嫌や。正直北城優勝候補やと思って。優勝候補やつやったら、ちょっとむっちゃなんかがっかり残念やな。現状最下位ですよね。いやいや、そんなん言わんといてくださいよ、ヒューマンさん。まあ、ちょっとまあひねりが多かったかなっていう。考えすぎてたと思って、これ。ああ。でもちょっとコメント欄でも結構ザワザワしてたんで、北城結局これはお父さんが犯人やったってことですか。うん、友人が一瞬すぐに家から出されたけど、お父さんな気がして、うん、その大学に行ってる間にあのお父さんに問い詰めて、帰り討ちにあって帰ってこなくなって、そのお父さんがその勢いで家に行ったっていうことですね。なるほど、殺されてんのか友達。はい、だから家に帰ってきてなくてっていうことですね。誰のお父さん。そう、友人のお父さん。友達のお父さん。あ、友人のね。うん、はい、全然その内容入ってないな。いや、それが入ってないからちょっと、うわ、マジかよ。珍しく北城がちょっとね、うん、なかなか、ちょっと北城うまいな、うまそうやのになと思って。だってこの後のナスビが2位とかやったら俺も泣いちゃいます。長いやつとかも頼む、ほんま嫌や。になってますね。さあ、もうじゃあもうどんどん発表していきましょう。皆さんが聞いていただいてラスト3つですね。8つ目の作品、はい、8個目ですね。概要出ますでしょうか。8個目まだですね。ナスビは嫌やな。8個目なかなか高評価やったやつですね。セリフ続いたやつですね。あ、セリフのやつ。はい。金ですね。いつ終わってもよかったやつです。さあ、この、8個目作品、まず獲得ポイントなんですけれども、獲得ポイントは7ポイントでございます。高い。なかなか高得点なんですけれども、これを書いてくださったのはどなたでしょうか。私です。はい、あやつるさんです。これあやつるさんなんですね。これあやつるさん、みんなの反応リアクションなかなか良かったんじゃないですか。はい、嬉しかったですね。意外すぎて、すごい良かった、はい、ありがとうございます。これが7ポイントってことはもう優勝者決まったやん。さあ、まだあと2つもうないよ。ってことは、もうないよ。あと残って、小田さんと、テコンドー？小田さんとテコンドーですね。ちょっと待って、やばい。ちょっと次第によって分かることになってきましたよね。もう皆さんお気づきですよね。はい、というわけでどんどん参りましょう。9つ目、9個目ですね。待って。はい、9個目。やったか？
はい。小田さんやっ、はい、ごめん、あのクソ長いやつですね。出た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 、はい、このクソ長いやつなんですけども、ヒューマンさんがもう絶対攻めれるからモード入ってる、はい、ヒューマンさんかかり始めてます。もういきますよ。これテコンドやろ。これの獲得ポイントなんですが、なんと3ポイントでございます。意味わかるやん、マジで意味わかる。3ポイントです。誰に刺さってんだよ。そしてこれを書いてくださったのはどなたでございましょうか。こっちが小田さんなんですよ。ですよね。どうすらすらに俺らに起業したんすか。何小田さんこれどういうことなんですか。あんな小忙しい中ようこんな長い文章書きました。これ逆にもう多分結構キツキツのスケジュールの時にもう多分編集するもう労力がなくて、もう多分打ちながら全部やってもだよ俺もう、はいはいはい、そのまま、うん、次一文考えたらその次打ってまた考えるみたいな、はい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 、で俺見返してないからほんまびっくりしたよ、こんな長くなってる。ちょっとびっくりしたわこんな。僕だってあの事前にねどなたのやつでって実は僕スタッフさんからいただいてるんですよ、うん、小田さんのやつだけびっちり2ページ来てて PDF ファイルで、うんうん、これいけるかなっていうので小賀ちゃんどんどん隠れていくからもうみんな笑い出すし、そうそう、小田さんって分かってるから俺だけ俺もずっとおもろくて。いやひどい、これはひどい。ちょっとスタッフさんから連絡あって、これ実は小田さんご自身では、皆さん小田さんは自分で怖くない×自分に入れてます。ちょっと待って、逆に怖い、はい、そう誰あれ森谷さん入れた。でそのうちの一つがね、バクノスケさんが実は入れてくださってて、え、俺入れた、はい、バクノスケさんが長さが怖いって書いてます。ああ確かに、じゃあ長さが怖かった、ほんまに怖い方のやつでしたね。はい、というわけでございまして、小田さんはご自身抜きで3ポイント、獲得でございました。忙しい中で、ね、書いていただきましたけど、うん、というわけでございまして、最後の作品、必然的に今度となりました。これはちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、はいはい、キューさんどうしました。いや、さっきの3ポイントなんですよね。はい。ピタシロそれより下でしたね。そうですね。ポイントか。ね。はい、だから、うん、最低でしたね、ちょっと。あれより下なんや。蒸し返すな。やばい。なんで蒸し返すさんもそうやし。小田さん入れてないと。ちょっと待ってって言ってまで言うことです。お前言ったら2ポイント低いってことですか。そうですね。解説せんでええねん。この人のさ、すいません皆さん、この後非常に残酷な発表を僕しないといけなくてですね。いやマジで頼むで、うん、これほんま俺、はい、ナス最後のナスビーなんですけれども、はい、頼む、テコンドー今度じゃないですか、はい、獲得ポイントなんですけど、はい、頼むマジで、センリーズ同じく2ポイントでございました。なんでやねん、お前。じゃあ待って、どうなの、誰の、誰が入れてんの、入れポイント入れてるやん、誰か、どうの、誰かが1入れてます。誰やの、怖い、あれ私なんでなんでなんでさすがヤッツルさん怖いって、ヤッツルさん怖いやん、いやいや怖い、逆にナスビのが怖いっすわ。俺1の方が立ち回りやすいっすよ、まだ言うてもらうね、そんなこと正直。いや、というわけで今回の最下位はセンリーズの2人、そしてケント福田さん。ケント、ケントやおったな。ケントやケント、ケント坂のケントも一緒だ。やっぱいい。はい、そして本日の優勝は逆にハズいな、ここで。本日の優勝は逆にハズいな。9ポイント獲得しました。森谷美織さんです。おめでとう。森谷美織さんは本日ギャラアップとなります。さあ、というわけでございまして、非常に時間の方長くなってしまいましたけれども、以上。怖すぎてカットされた都市伝説アナザーストーリーを、おストーリー王決定戦でした。ありがとうございました。マジで最悪の家やん。いや最悪の家に住んでる2人。最悪の大学生。